新年明けましておめでとうございます調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション調布で活躍している方々にお話を伺います一昨年からのコロナ感染症の拡大で私たちの生活にも大きな支障が出てきましたまた生活様式の変化や世の中のニーズの変化に対応する必要性が新たに生じましたその課題を解決するために日本政府は デジタル化を急ピッチで進めることとなりました。そうした中で2022年新年の調布枠ワーク,クステーションは調布市のデジタル化と情報化の現状および取り組みについて行政経営部情報政策担当副参事兼デジタル行政推進課課長の鈴木博正さんと行政経営部企画経営課計画調整担当課長の 伊藤博さんのお二人をお招きしてお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますまずデジタル行政推進課課長鈴木博正さんにお伺いしますデジタル行政推進課というのはどのようなお仕事をされているんですか 先ほどご案内がありましたとおりコロナの影響で急速にこのデジタル化を進めなければいけなくなってきている状況です市民生活の中ではいわゆる市役所に来るような手続きをオンライン化してなるべく市役所に来ないで手続きが済むように市民の皆さんの生活の利便性が上がるようにということが一番大きな目的になってくるというふうに思っていますできたのはいつ頃なんでしょうか まだ実はできたばっかりで昨年の4月になります何が行政のそのデジタル化に必要かということで今の調子の現状をしっかり分析をして対策を立てていくというようなことになります日本政府の中でも今自治体のデジタル化を進める取り組みというのをこういったものに取り組みなさいというようなことを我々の方にも方向性を示されていますので、まあ、それに沿った形で 他のにに遅れることとなく進めてていいいきたういいうふうに考えております調布市は早くから地域情報化に取り組まれていたということなんですけれどもその経緯と現在までの流れを教えていただけますか調布市では平成16年に地域情報化基本計画というものを策定をいたしました市民の方では100名以上の方が足掛け3年ほどをかけて作っていただいた計画となります ほ他の団体では有識者の方を含め行政のみで作るということが多い中でこれだけ多くの市民の方に携わっていただいて策定をさせていただいた計画ということが非常に特徴があるというふうに考えています内容としては市民の手による e コミュニティづ作りと題しまして市民の皆さんで地域情報化を進めていこうという名のもとに進めてきたものでありますでこのの考え方というのは 本日のデジタル化においても非常に重要な流れだというふうに考えております調布市は現在は市民と一緒の取り組みもされているということなんですけれどもそれはどのようなものなんでしょうかはい。まあ、実はあの平成28年から調布地域情報化推進協議会というものを立ち上げていますこれはあの先ほど申し上げた地域情報化基本計画の考え方に沿っ で市民の皆さんとの意見交換の場を定期的に設けたいということで、今実は毎月ミーティングをしているような状態で市民の皆さんとのその意見交換の場ということで立ち上げております。そこの協議会の中から地域メディア、今回の場合あのこの市民放送局さんを含めて7つのま地域メディアの皆さんにご協力をいただいてですね、地域情報を分かりやすく 身近なものをですね伝えできるようにということで7つの団体が協力をして情報発信をしていただくというようなことで取り組みをやっていただいているという状況であります調布市デジタル行政推進課の公式ノートというのがあるということなんですけれどもこれはどのようなものなんでしょうかはい。まあ,あの簡単に申し上げますとブログなんですけれども まあ最近あの国や東京都さんなどもまあこのデジタルの取り組みをこのノートを使ってですね 情報発信をされていると我々の方も、まあ、その仲間入りをさせていただいたということなんですが、まあ、実はあの今回のこの企画については当課の若手の職員の企画立案ということで運営そのものも彼らに任せているというような状況でこれからデジタル化を進めていく上では若い方の力というのは非常に重要かなというふうに思っていますのでそういった気持ちをですね大切にして取り組んでいきたいというふうに思っています。 ぜひ皆さんあの検索してみてくださいでは続きまして調布市の施策を検討されている部署の企画経営課計画調整担当課長の伊藤博さんにお伺いいたします伊藤さんの部署はどのようなことをされているんでしょうか簡単に言いますと市民の皆様の生活をより良くするために市役所としてどういった事業であったりサービスを提供していくのがいいのかそれを 計画的にやるためにいつどういったタイミングでどれぐらいのものをやるのかといったことをですね各部署と連携しながら考えて計画という形で作り上げてその後当然作るだけではなくてしっかりそれが予定通りできているのかそういった進行管理も含めてですね全体的な調整を図っていく、まあ、そんな役割を担っている部署になります現在令和5年度からですね来年からになりますかね 新たな総合計画というのがですね市の将来的なビジョンというのを一つ示すということとそれを達成するためにどういったことをしたらいいのかという具体的な取り組みを整理するとこういったものを総合計画というふうに言っておりますけれども次の総合計画の中ではデジタル化これというのが一つ重要な視点になるかなというふうに考えているところであります。 そしてですね、こういったデジタル化の取り組みも含めて進めていくにあたりましては行政だけではなくていろんなノウハウであったり知見を持っていらっしゃるです、ね、企業であったり大学さんそういった方々との連携というのもやはり非常に大事になってくるなというふうに考えております。そんな視点も持ちながらですね、次の総合計画においても今回のデジタル化ですねこういった取り組みを位置づけられたらなというふうに考えているところであります。 昨年6月24日、調布スマートシティ協議会が設立したということなんですけれども、この調布スマートシティ協議会というのは、どういう団体なんでしょうか市内にあるアフラク生命保険さん、電気通信大学さん、NP 法人になりますけれども、調布市地域情報化コンソーシアムさん、市この4社でですね共同して設立した団体になっています。この協議会は 市の組織ではなくてですね独立したやはり任意の団体というふうになってまして市はそのメンバーの一人として活動に参加しているといった状況になってます超スマート市協議会についてはまさにあの産学官民がまあ連携してデジタル技術をまあ活用しながらですね市民の生活の豊かさでありましたり市におけるまあ社会的な課題の解決 そういったものにつながるような取り組みを考えて、まあ、実践していこうと、まあ、そういったものに貢献していこうということを目的に活動している団体となりますそうした取り組みを通じましてこの協議会に参加しているメンバーそれぞれもですねメリットを感じられるような取り組みを行うことで持続可能な活動というものにつなげていきたいということにしています スマートシー協議会の中で行っている取り組みとしてですね少しご紹介させていただけるとですねまず一つは小型の CO2 センサーの活用といったものがございますまさにこのコロナ禍におきまして二酸化炭素の濃度これを測定する機器でしてリアルタイムで測定いたしましてそれを数値であったり色 を使ってまあ見える化をするものということでまさにあの3密状態の可視化ということで市民の皆様のまあ安全安心につながるものかなというふうに考えています市内の商店街さんですとか駅前にございますワクチンの接種会場あと市役所内にも何箇所か設置をしているところでありますそれからもう一つがですね高齢者の健康増進事業ということで具体的な実施に向けて準備を進めているというところであります 高齢者の方対象にですねデジタル技術を活用した運動プラグラムの実施などを通じてですね人と人とのつながりを創出するといったことそれとですね参加者の健康状態の把握といったものを通じて健康管理健康増進につなげていくったものであります併せてですねデジタル機器使った取り組みになりますので参加される方の機器の操作それについての支援も一緒に行うということで いわゆるデジタルデバイド対策っていうんですかねそういったものも並行して取り組んでいこうという取り組みになっております先ほど設立時は4社ということでご紹介しましたがこういった教育会の活動の趣旨にご賛同いただける方がですね新たなメンバーとして加わりながら現在活動を進めているというところであります教育会のメンバー同士による取り組みっていうのもありまして 協議会に新しししく加わっったメンバーとしてですすね NTT 東日本さんがいらっしゃいらゃます入間町に研修センターがあるんですけれどもそこでですね先端技術などの実証を行う取り組みを進めているようでいらっしゃいまして協議会への参加をきっかけにですねデジタル化といった視点で調布市それから調布市の教育委員会と連携を図るというような流れができました。 の研修センター内にですね先端技術を活用した農業ハウスというものがございましてここではですねいわゆる遠隔地離れた場所からハウスの中に置いてあるロボットの操作であったりまたハウス内にいるスタッフの方に映像を通じて現地の状況を確認しながら指示を出すとそのような取り組みを行う中で実際にはトマトを栽培されているということがありますそのトマトについて昨年ですね市内の小学校 もう給なの食材ととていいいたただ皆さんにも食べていただいたということがありまで、まあ、そういったことを通じてですねまさにまあ地産地消という観点だけではなくて先ほどのような新しい先端技術を使った農業そういったことについての理解も児童の皆さんにあのタブレットを使ってらっしゃいますのでそういった技術もタブレットを使いながら学習すると いうことでまさにあのデジタル化に対応したまあ食育の推進とそういったものにもつなげているというのは事例もございます。まあ、こういった形でですね成果というのも少しずつ出てくるのかなというふうに考えているところであります。なんかいろんなことが生まれてきそうで今後楽しみですね。そうですね。はい。今年度2022年の 目標特にこういったことに力を入れて進めていきたいっていうあたりのところを教えていただきたいと思いますでは鈴木さんお願いいたします2022年度に関しましては市役所に窓口に来なくてもオンラインで手続きができるということに対してですねやはり一つでも多く手続きができるよう頑張っていきたいと思いますそして伊藤さんお願いいたしますはい 先ほども申し上げましたが、2022年は次の新しい計画をまさに作り上げる年になります。た中でデジタル化、デジタル技術の活用、こういったものをしっかり捉えながらですね、市民の皆様のより良い生活につながるような取り組みを計画として位置づけられればというふうに考えております。それから先ほどありましたスマートシー協議会 いろいろな方に関わっていただいている中でそれぞれのアイデアをうまく活かしながら新しい皆さんに喜んでもらえるようなものをぜひいろんなメンバーと一緒に考えていければというふうに思っています今回の調布ワクワクステーションのゲストは調布市のデジタル行政を担当していらっしゃいます行政経営部情報政策担当副参事兼デジタル行政推進課課長の鈴木博正さんと基本計画を担当していらっしゃいます 行政経営部企画経営課計画調整担当課長の伊藤博さんでしたお話を伺ったのは柴田恵子でした本日はありがとうございましたありがとうございました,い,ましたいかがでしたかこの番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけますぜひゲストの皆さんのお話の様子ご覧くださいこれからも調布で活躍されている方にお話を伺いますのでお楽しみに それでは、また来週お会いしましょう。